桜坂46の松田里奈が、7日放送の TBS 系情報番組、ザ・タイム、毎週午前5時20分に出演。とあるハプニングが起き、反響が寄せられている、松田里奈、久々、ザ・タイム、出演でハプニング水、木曜レギュラーを務める松田が今回は久々の登場となり、総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーから、全国ツアーで2週間休みでしたので久しぶりですね、と伝えられ、にっこり、お久しぶりです。やっとここに来れて人安心です、と喜び、お休みの日に、ザ・タイム、がないのが違和感で、すごい不安で、私、ザ・タイム、どうしよう。って夢で、ザ・タイム、出てました、と茶目っ気たっぷりに語りスタジオを笑わせた。これを受け、安住アナが、意外と朝、起きちゃうんだよね、と問いかけると、松田は、そうなんですよ、意外と、と返答するも。ちょっと痰が絡んじゃって、ごめんなさい。久しぶりの朝で、笑、と後ろを向いて咳払い。思わぬハプニングに、失礼しました。ごめんなさい、と笑顔で謝罪を続ける松田に、安住アナからは、タン絡むアイドル嫌だよ、笑。と突っ込みが入り、手を合わせながら、失礼しました、と可愛らしく謝罪していた。松田里奈のハプニングに反響松田の生放送中にタンが絡んでしまうハプニングには、ネット上で、まつりちゃん、松田、可愛すぎる、まつりちゃんを帰りなさい、安住さんとのやりとり笑った、朝からほっこり、などと反響が多数寄せられている。